ビーバス。はい、ここを登録してね。ママ、病院に行きたくないよ。坊や、お医者さんに診てもらえばすぐ良くなるわよ。真っ暗な病院、震えちゃう。化け物医者と魔女看護師、黒いマスク、魔法の杖。うわぁ、病院大嫌い。真っ暗な病院、震えちゃう。化け物医者と魔女看護師、緑の薬に杖振れば。うわぁ、悪い菌が飛んでった。ママ、どうして僕の体が緑色になったの？ママ、もうお家に帰りたいよ。お医者さんに見てもらわないと良くならないのよ。真っ暗な病院、震えちゃう。化け物医者と魔女看護師、黒いマスク、魔法の杖。うわぁ、病院大嫌い。真っ暗な病院、震えちゃう。化け物医者と魔女看護師、緑の薬に杖振れば。うわぁ、悪い菌が飛んでった。ママ、私も緑色になった。風邪かしら。お友達に風邪をうつすかもしれないわ。お医者さんに行きましょう。ママ、怖いよ。お医者さんに行きたくない。大丈夫、ママが一緒にいてあげるから。わかった。風邪をひいたら病院に行こう。私は強い子、怖くなんかないよ。体温計を当てて熱を測ろう。お医者さんが見ても怖くなんかないよ。なかなか見るよ、お口を開けてね。お医者さんが見るよ、怖くなんかないよ。聴診器当てて息を吸って吐いてね。お医者さんが聞くよ、怖くなんかないよ。軽い風邪だから心配ない、心配ない。薬飲んで水飲もう、すぐに風邪が治るよ。風邪をひいた時は病院に行こう。私は強い子、怖くなんかないよ。体温計を当てて熱はあるかな。お医者さんが見ても怖くなんかないよ。なかなか見るよ、お口を開けてね。お医者さんが見ても怖くなんかないよ。聴診器を当てて息を吸って吐いてね。お医者さんが聞くよ、怖くなんかないよ。軽い風邪だから心配ない、心配ない。薬飲んで水飲もう、すぐに風邪が治るよ。怪物みたい。ああ、僕は大きな怪物だと。ティミー、影を見てごらん。大きな怪物になったぞ。大きな怪物、大きな怪物。私もする。私もやりたい。それ
じゃ怪物の影遊びをしよう。ドゥアドゥアフフ大きな怪物、ドゥアドゥアフフ大きな怪物、大きな怪物そろりそろり、し怖い怪物みんな怖がる、ふふふふふふ怖い怪物、ふふふふふふ怪物だバー。あはは、ティミは小さくて私は大きな怪物よ。大きな怪物そろりそろり、し怖い怪物みんな怖がる、ふふふふふふ怖い怪物、ふふふふふふ怪物だバー。ママは大きくて、二人は小さな化け物よ。大きな怪物そろりそろり、怖い怪物みんな怖がる、ふふふふふふふ怖い怪物、ふふふふふふふ怪物だ。あもっと大きな怪物だぞ。ドタバタ逃げろ、早く走って、ドタバタドタバタ早く逃げろバお願い、いいねを押してね。そろそろ消えそうだ。パパが薪を探してくるからな。あー、パパ、あれは何？あー、パパパパ早く来て。ティミー、どうした？怖いよ怖いよ、変な声、あれは何？
坊や怖がらないで、パパがいるから。見てごらん、これは何かな。遅いぞ、寝る時間だ。出発します。モンスターレスキュー隊出動。安全に乗せて運ぶよ、僕はモンスタートラック。ホースで火を消すよ、僕はモンスター消防車。どう？大きなタイヤ、ブンブンゴーゴー。モンスターレスキュー隊、勇敢なレスキュー隊。パワーなら負けない、僕はモンスターケイントラック。人を助けるモンスター救急車出動。大きなタイヤ、ブンブンゴーゴー。モンスターレスキュー隊、勇敢なレスキュー隊。大きなタイヤ、ブンブンゴーゴー。モンスターレスキュー隊、勇敢なレスキュー隊。またサイレンが鳴り出したぞ。モンスターレスキュー隊出動。
くさん作ったよ。一緒に食べよあー、うん、あん、うん。あ、ねえ、なんで食べないの？具合が悪いの？待ってて、お医者さんを呼んでくるわ。白い服着てお医者さんに変身、救急箱持って聴診器つけて、どこが悪いかな、私に任せて。お任せ。白い服着てお医者さんに変身、体温計で体温を測る、熱があるかな、あら熱があるね。白い服着てお医者さんに変身、薬をどうぞ、苦くても我慢、薬を飲めばあとっても良くなった。もう遊んでもいいよ。あ、パパ大丈夫？お医者さんを呼んでくるわ。ミミ、ちょっと待って。お医者さんに変身、消毒薬で消毒しましょう、傷口を拭こう、もう大丈夫。白い服着てお医者さんに変身、包帯を出して指に巻こう、ぐるぐるしっかり、あ、しっかり巻けた。もう痛くない。ありがとう、ミミ。私はミミじゃありません。お医者さんって呼んでください。ははは、わかりました、お医者さん。はいはい。今日学校で予防接種するんだって。注射だって？キキ、どうしたの？キキ、早く行こう、遅刻しちゃうよ。注射嫌いなのに。う、あ、あ、いたたた、頭が痛い。あ、頭が痛いですって？病院に行かなきゃ。救急車呼んでくる。いや、うちにいるからいいよ、平気だってば。やばい。キキ、頭が痛いんですって？熱は？体温を測りましょう。どうしよう、どうしたらいい？看護師さんに仮病がバレたら。あ、いい手がある。体温を測りますよ。見て、39度も熱がある。仮病だってバレないよな。口で熱を測る体温計だから、じっと口にくわえててね。あーして、もう一度測り直し。平熱ね、熱はないわ。どうしよう、他の方法を探さなきゃ。そうだ、喉が痛いんです。喉を見てみましょう。今度は仮病だって絶対にバレないぞ。
た？さあ、喉が痛いからお水を飲んでね。水、いや、僕、我慢できない、お水ちょうだい。喉も異常なしね、炎症もないし。お腹が痛いよ。大丈夫そうだけど、うん、待ってて、聴診器持ってくるから。あら、お腹がどうしてこんなに大きくなったの？早く先生を呼んでくるわね。仮病だとは思わないだろう。ん？お腹はどうしてこんなに大きくなったんだ？10分後に手術をしよう。手術だって？どうしよう。手術の準備をしよう。大変だ、どうしよう。ダメ、早く逃げなきゃ。みんな外にいる。そうだ、窓だ。いい方法がある。どこ行ったの？キッキ、そこで何してるの？ミュミュ、早く逃げよ。ダメ、手術しなきゃ。本当は注射が嫌で痛いふりしてたんだ。仮病だったの？聞いたら。遅刻したから早く行こう。ダメだよ。予防注射はしなきゃいけないんだね。さあ、行くぞ。